いですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、今日のメインステ今日の気まぐれステージの予定っていうの、メインのことは今から質疑応答したいと思います。なので質問がある方挙手してください。誰が当ててください。それ当ててください。当たりましたね。そのまま話したらいけないの？マイクトラブル、マイクトラブル、マイクトラブルね。朝の。今日朝食何食べましたか？今日の朝食は、朝食いい質問ですね。今日の朝食は、いやなんかあの会場にあったスープハグサムです。はい。ちなみにかきたま味。かきたま味。かきたま味。そう。ララはパン、コーンが乗ってるパンと、なんか乳酸菌飲料とヨーグルトを食べました。置いてましたよね。朝からめっちゃ乳酸菌取ってました。私も同じくヨーグルトです。だけ？だけ？まだ食べてない。ああね。そう、終わったら食べる。次です。次の質問。いける？すいません、誰か当ててもらっていい？あ、当たった。あ、おはようございます。おはようございます。私、日刊スポーツを毎朝競馬と野球が好きで撮ってるんですけども、はいはい、今日見たら、ユカナの顔が、はい、先ほど新聞持たれてる方もここに ありますので、ね、でも、ね、なんかまだ私読んでないんですけど、実はね、はいはい、ちょっと朝急いでたんで、でも B とか K とか A とか、なんかそんなことが書いてあったんですけど、一体これはどういう意味なんでしょうかね。 B とか K とか何だ、うん、B とか K とか A とかね。 B とか K とか A、 なんか先日、加藤さんが随分間違っていたのか、なんかそういうことなのかなと思ったんですけどね。その B とか K とか A とか、その正体は何か分かる？全然分かんない。全然分かんない。そこがユナの魅力かも。はい、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。次の質問。おはようございます。おはようございます。もし3人でお出かけするとしたら、どこに行きたいですか？お出かけ。お出かけね。なんだろうね。どこだ、どこ？え、でも、やっぱ今日が大阪だったから、道頓堀とか、あそういうとこ行ってみたい。え、ララは、どこだろう、この3人で行ったら結構珍しいよね。ね、そう。珍しいよね。どこだろう。でも、どうせなら、今日大阪なので、うん、USJ とか行きたいです。あ、いいね、いいね。いいね。普通にランチしたい。ああ、いいね。ランチね、いいね。したい。美味しいの食べたい。たこ焼き、いいね。たこ焼きもいいね。次の質問とか。ありがとうございます。おはようございます。もし3人が将来結婚したときに、旦那さんがなかなか朝起きないとしますと、はい、何て言って起こしますか？おー、燃えてるかーい。いきなり朝から朝から普通に怒りそうだ。怒りそう。しかも今日朝一緒に遅刻したしな。遅刻したんですよ、一緒に。今日朝起きれなくて見事に目覚まし、なんだかさ、いつもでもララ、ユナの任せなんですよ、結構。どうしてないと大体ユナの起こしてくれるんですけど、ユナが起きてくれなかったからララも消えなかった。大丈夫、ちょっと自分でもなんとかしてよ。私朝から目覚まし5個かけてちゃんと5個目に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 
ちゃんと2台使いしたんだけどな。どっちもなんなかった。ララは目覚ましつけてなかったけど。それはいちゃん。あと5分。どうですか。じゃあ嫌だから。え？普通に。ちゃんと起きないと今日ご飯作らないからね。ちょっと苦手なんですよね、だいぶ、そんな、いきます早く起きないと、ピッとするぞ早くてるな後ろいや、おーたどうしよう、得意だもんねおーちゃん、そんな得意かも得意じゃないの、ほんとにいきましょうじゃあ、早く起きないと家出てっちゃうぞ家で強めの母だね強めだね強めの奥さんはい次の質問どうぞおはようございますありがとう。はい。